はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、マグナ3とアガスティア2へ必要本数ということで、はい、はい。まあ、古戦場に備えてね、アガスティアの武器集める人が多いみたいな話は昨日したと思うんですけど、昨日の動画にてね。はい。まあ、それ以外にもやっぱちょっとあったのが、アガツエ5本集めようみたいな。まあ、こういう形ですよね。火力を最大化する上で、こういう形を作れるようになっておこうと思ってますみたいな感じのコメントをチラチラいただきます。はい。まあ、ちょっと今回は、まあ、フォービドゥンアガスティ本当に5本必要なのかっていうのをちょっと思ってたんだよね。マグナ3が出る前から、まあ、マグナ3が出る前だったら5本とかあってよかったんだけど、まあ、このセレスト・グレース・アーテルですよね。マグナブーストがついてて、そう、第3スキルでダメージ上限も上がって、なんか EX 工事も上がってみたいな。うん。まあなんかそんな感じの武器なんですけど、まあこちらの武器を、入った状況で本当にそうなるのか、みたいな話をちょっと今回はしていきたいなというふうに思います。はい。でまあ結論から言うんだけど、読んでいいかなって感じ。このセレスト・グレースと、このフォービドゥン・アガスティを4-4あれば、まあ困んねえかなーと正直思いました。はい。理由を説明しますね。というか、まあ、数字が結構全てと言いますか。うん。まあ、今回、両面セレマグでも、片面属性でも何でもいいんだけど、まあ、この状況。まあ、これが多分、まあ、火力最大化というか、通常攻撃最大化。アビリティの余ダメージとかを考えない上で、火力最大化させます。通常攻撃のパワーだけをめちゃくちゃ上げたいです、俺っちは。みたいなマグナ編成は、まあ、似たような、こんな感じの形になるんじゃないかな、というふうに思うんですけど、うん。で、これからね、例えばだけど、セレスト・グレース・アーテルに入れ替えるじゃないですか。うん。こうするとね、ダメ伸びるんだよね。セレスト・グレースの方が。まず1個目、ここだよね。まあ俺はこれでまず4本でいいかなっていう風に思ったんですよ。通常攻撃の火力を最大化する上では、まあセレスト・グレース、この形の方が一応パワーが高かったですね。これ片面属性でも同じで、こっちで見ようか。うん。これ片面属性でも理由、なんか、数字的には同じ感じになってて、今バハムート・セレスト・マグナですね。バハムート・セレスト・マグナだと、こんな感じになってる。そう。フォービドゥン・アガスティだと火力下がる。同じだよね。両面属性見てみようか。両面属性でセレスト・グレース・アーテルを、入れてみると、うん。両面属性もですね、こっちの方が火力最大化されるみたいな感じだね。ダメージ上限アップ自体は、常時 20%。3本目の時点でダメージ上限アップが 20% にかかってるんで、ダメージ上限アップ、なんか純火力の部分でも、一応セレスト・グレース・アーテルの方が、パワーが高いというような感じになってるっぽいですね。うん。まあそんなわけで、とりあえずこの状況、通常攻撃の火力を最大化したいですよっていう風な場合における、まあ今回主人公ジョブマナダイバーなんだけど、こういう状況でも、グレース4、フォービドゥン・アガスティ4が一応パワー的には高かったですね。はい。で、メイン武器ちょっと変えた場合、まあノーマルな法人工人いこうか。ノーマルな法人工人を入れた場合でも、セレスト・グレースの方がパワー高いんですよね。よいしょ。ちょっとじゃあセレマグに戻すね。うん。セレマグに戻して、はい。まあ、こんな状況でも一応、パワーは、セレスト・グレース。この形 ?4-3 だよね。うん。3-4 じゃなくて、4-3 の方が一応高くなってる。っていうような感じになってます。はい。まあ、だから、こうだよね。まあ、こっちの方が、セレスト・グレース・アーテル、拳4の方が強い、みたいな感じになってるし、それ以外にも、例えば、メイン武器をパラゾニウム。これすごい通常鋼人ウェポンですね。スーパー通常鋼人ウェポンのパラゾニウムを入れた段階でも、セレスト・グレース・アーテルを入れた方が、4-3の構えですね。4-3の構えの方が、パワーが高くなってるんですよ。はい。まあ、なので、基本的にはグレース4の方が優先度的には高いかなーといったようなところですかね。火力アップ武器。わかりやすい火力アップ武器枠。光属性とかはさ、シュバリエ・ボルト・クレドしかなかったんだけど、まあ、闇属性はフォービドゥン・アガスティっていう武器があることによって、ちょっと比率とかどうすんねんみたいな感じだったと思うんだけど、うん。まあ、こっちの方がパワーが高かったですね。ちなみに、
DB、まあ、完全に火力がない、メイン武器で全く火力がないですよっていう武器を入れた段階でも、こっちの方が、拳4の方がパワー高いです。はい。まあ、拳4の方が基本的にパワーが高いことが今んとこ多い。通常攻撃オンリーで考えるならね。はい。まあだから、こういう編成、こういった形の編成は、例えば主人公が TA 確定編成で、うん。まあ他のキャラが TA 確定、プレデター、ボーマン、シスみたいな。まあそんな感じの、まあ TA 確定じゃないけど、シスは。まあそんな感じの構成を組む上だったら、火力最大化させるんだったら、まあこういった形が結構ダメージ的には出るのかな。っていうような感じに、俺は思った。うん。まあ、結構ね、アガツエ5本集めますっていう風に言ってる人いたけど、まあ、4-3、4-4ですよね。の構えの方が基本的にパワー的には高くなってんじゃねえかなっていう風に思ってて。で、最後に、まあ、ヨダメアップ系、アビヨダメアップを入れた場合、アゴナイズを入れた場合、どうなるんじゃらほいっていう話なんですけど、これも大事だよね。アゴナイズを入れた場合は、ダメ上限に届かないので、フォービドゥン・アガスティの価値が上がってくるっていうような感じになってます。はい。まあ、どういう風になるのかっていうと、まあ結局ね、基礎火力が高いのはフォービドゥン・アガスティなんですよ。まあ火力が上限に達してない状況だったら。で、まあダメ上限を漏れる、まあ第三スキル、聖章がついてるセレスト・グレース・アーテルは、まあ、そこから上限ある程度突入してて、そこからより伸ばしていくぜってなった時に、火力との両立が素晴らしいウェポンっていう風な理解でいいんじゃないかなと私は思っておりまして、まあ、こうやってアゴナイズとかいう通常攻陣妙技っていう、まあ、基礎火力的にはそんなに高くない。ヨダメアップがめちゃくちゃ強くて、アビリティで戦う上だったら必須なんだけど、火力として見るとそんな高くねえよってウェポンを入れたとしたら、基礎火力を上げるっていう理由で、フォービドゥン・アガスティの価値が高くなってきます。はい。フォービドゥン・アガスティの価値が高くなってくるんだけど、それはそれとして5本目、4本でよかったんですよね。これ5本目ね。5本目入れるよ。おい。5本目入れるとね、火力落ちるんですよね。うん。5本目を入れると、火力が少々落ち押すになってしまう。まあ、これ多分ね、減衰出てんだろうね。減衰が出始めて、じゃあ、ほないらねえわ、みたいな。メイン武器が火力ない武器でもこのような状況になるので、例えば、メイン武器が火力ある武器になるよっていう風になった場合は、まあ、パラゾとかにしとくか。まあ、こういう風になったら多分セレストグレース2本とか入るんじゃないかな。これ試してない部分だけど。まあ、これ1本入れた方が火力高いじゃん。まあ、上限に届き始める環境になったらセレストグレースの方が強くて、変わんねえや。下がったわ。ダメージ上限に届きませんえんっていう風になってたら、フォービドゥン・アガスティで火力を伸ばすのが基本的に効率は良くなりそう。うん。そうなった時に火力を最大化させますせ兄貴、姉ゴーっていう風になったら、必要本数は、まあ、最大4本なことが多いんじゃないかなと、ミザ君的には愚行いたしますね。うん。なので、まあ、個人的にはだけど、いや、フォービドン・アガスティの必要本数は4本になるのかなっていうようなところっす。まあ、あとはセレスト・グレース集めて、状況に応じて使い分けていく。アビリティダメージ主体で戦っていくのであれば、まあ、火力最大化するんだったらこういうような形ですよね。まあ、火力を最大化する必要があるのか知らねえけど、うん。で、まあ通常攻撃オンリーで戦っていきますよ。例えばプレデターとかね。まあそういった形で採用してぶん殴って、メグとかで。ぶん殴っていきますぜっていう場合だったら、まあ最初の方に見せた、4-4 の形とか、うん。4-3 の形、拳4、杖3みたいな形がパワー的にはちょうどいいのかなっていうような感じでした。で、ただね、95Hzを想定しますっていう場合、この編成ってデバフなしの状態で火力をここまで持ってくのがすごいいいですよって話なんですけど、ぶっちゃけ、例えばメイン石をベルゼバブにしますっていう場合、メイン石をベルゼバブにして、うん、こうやってぶん殴っていきますよってなった場合、基礎火力は、まあ、最低限に抑えて、ダメ上限持った方が強いんですよ。現状これってさ、ダメージ上限が 10% っていう風になって、なってるんだけど、うん。まあ、パラゾン入れ、まあ、パラゾン抜くか。うん。まあ、これでいいや。うん。
まあ、こういう状況。こういう状況だったら、ダメ上限持った方がパワー高いんですよね。こうやって見てみると、多分、フォービドアガスティンの方が強いか？あ、さすがに、あれか。もう減衰出てるか。うん。あのね、結局、デバフなしの状態でこっちの火力が伸びてて、あの、デバフありだったら、もっと簡単に減衰に突入しているんですよね。っていう風になった時に、俺たちに必要なのはダメージ上限。現在 5% しかないダメージ上限なんですよ。だから実質の数字が下がっても、例えば95ヘルフルオートワンターンみたいなのを組めるかわからんけど、組めるとするのであれば、よいしょ。これで今ダメージ上限 10% かな？うん。これで今ダメージ上限が 10%。ってことは4本必要なのか。よいしょ。まあ、これで、火力がバンバン下がるけど、こっちの方が上限漏れるからいいですよねっていう風になるんだよな。そう。どうせ、あの、ベルゼバブ召喚で減衰が出ますっていう風になったら、ここの予測ダメージがちょっと落ちたとしても、こうやってダメージ上限 20% 持った方が嬉しいよねーっていう風になりがち。アビリティ4ダメージ。アビリティ4ダメージって実質上限アップだからさ、アビリティで戦うからね。アビリティのなんかダメージを単純に上乗せするから、実質上限アップ。こういった上限アップ、ゴン盛りして火力も最大化できますよっていう、なんかちょうどいい形を組むってなると、フォービドアガスティの本数減ってくる。となると、セレスト・グレース・アーテルの方が、まあ4が欲しいかなって個人的には思いましたね。うん。という感じかな。ってことで、まあ、俺から言えるなーって思ったのは、マグナ編成ちょろちょろぴょろぴょろ触ってて思ったけど、アビリティ4ダメージとか、ギレンとか気にするにせよ何にせよ、まあ、4-4あれば、いいかな。セレスト・グレース・アーテルとフォービドゥン・アガスティが。うん。4-4あれば、まあ、割かしま、あの、大体すべての状況、オールウェイズ対応できるジローなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい。まあ、ギレンが入ってきて、ギレンを入れつつ、かつ、なんか、デバフがなくて、火力を最大化させたいっていう風になると、まあ、にしても入ってきても4本とかに、フォービドゥン・アガスティはなりそうなので、うん、まあ、そういう風に、考えて揃えていってもいいんじゃないかなという風に思う。まあ、セレスト・ダガーじゃねえや、セレストのもう一歩のセレスト・刀・アーテル、セレストセイバーアーテルとか入れ始めるとまたちょっと話とかは変わるんだけど、でも必要最大本数とかはおそらく変わんないんで、うん、こんな感じでやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、こんな感じです。サンゴデロはさようです。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。